さあ始まりました、斉藤渡のマジトーク&生バイオリン生演奏おーエコー来た、エコー来た。6月23日第8回目第8回目の放送、第8回目、うん、結構続きましたね。まだまだ続きますけれども、うん、いい感じに慣れてきましたので、ただ慣れてるんだけども、いつも通りに原稿がない。こう目の前にちょっとしたメモっていうかな、こうメッセージとか置いてあるんですけど、どれから行こうか今決めてます。今でしょね。あ、エコー来なかった。いや、はいはい。では、メッセージ読ませていただきます。ラジオネーム月子さん、東京都の方です。渡るさんこんばんは。こんばんは。先々週のシャオラーに続き、先週のラフマニノフの、ボカリーズですね、のお手本演奏ありがとうございました。おかげで気合入りました。練習頑張ります。これ、先週ちょうど弾いたんですけれども、この曲はとてもゆっくりでして、右手のどれだけ弓の毛を使えるかによって、その音の出し方とか変わりますので、こういうゆっくりな曲は焦らずに、ちょっとタイミングがずれてもいいので、後引き、足を引きずりながら弾く方が良いと思います。続き、アドバイス通りゆったりと心に余裕を持って弾きたいと思います。とっても好きな曲なので、下手ながらもこの素敵な曲をみんなに聴いてほしいという気持ちを持って弾くと、少しはことこ心にゆとりを持てるのかなと思います。うん、僕が今言ったように、自分に余裕を持って弾くと、聴いてる側もゆったりと聴けますので、こう間違える間違えるっていう風になんか焦りながら弾くと、聴き手の方も焦ってしまいますので、まあちょっと自分の心に余裕を持って弾きますと、下手なりにもうまく聞こえるんじゃないでしょうか。はい、続き、きっと渡るさんの演奏もうまいでしょうではなくて、これいい曲でしょう、面白い曲でしょうというのが伝わってくるので、聴いていて気持ちの良いものだと思います。ちょうど僕言ってるようなことですね。はい、続き、さて話は変わって、今週の無茶ぶりですが、10秒くらいで着信音を作ってみてほしい。え、続きいきます。例えばヤギさん郵便のメロディープラスメールだよとか、え、バイオリンでリリリリリン、何リリリリリンから始まるフレーズとか、うん、今これメッセージ初めて読んだんですけど、何ですかこれ。ヤギさん郵便って何ですか、みんな知ってる。ヤギさん、白ヤギさん、あ、白ヤギさんがなんとかしたみたいな。知らない、なんか知ってるけどあまり知らない。で、何何、メロディーの後にメールだよ無理だってでもちょっと考えときます。何、バイオリンでリリリリリン、え、電話でのリリリリリンって、電話の音ですよね。チャキ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 リン、こういうことかな。もしもしって、いやでもこれをどう着信音にしたらいいのかわからないぞ。ちょっと考えておきます。はい、次のメッセージ、次のメッセージ。はい、ラジオネーム千鶴さん、はい、今日踊り公園での演奏用事があって、途中までしか見れなかったけれども、最近寒い日が続いていたので久しぶりに晴れて気持ちよかったですね。そうですね、最近札幌をじとじとしてたり、曇りだったり、時々雨がザーって降ったりで、久しぶりに今日は晴天で、これは外でやるしかないと思ったので、ちょっくら札幌の街中でやってきました。続き、今日の路上演奏を途中まで聞くことができなかったので、この番組でのリクエストしてもいいのかな、クロノクロスの時の傷跡を聞きたいです。はい、このクロノクロスの時の傷跡は、僕が去年、そうだね、夏ぐらいから改めてバイオリンをし直した時に、こうアニメの曲とかゲームの曲やりたいなと思ってて、まずはこれからかなっていう、その曲がこのクロノクロスというスクエアのプレイステーションのゲームなんですけども、そのテーマソング、時の傷跡っていう曲です。ちょっとメモしとこう、後で弾くぞと、後で弾く、 OK、ちなみに今から弾こうとする曲は別の曲なので、ちょっとクロノクロス保留。はい、次のメッセージ、これは初めての方です。ラジオの、あったあった、ラジオネームあった、ニンクロウさん、この方、三重県の伊勢市からいただきました。
ね、このラジオカロス札幌っていうのはもともと地方のラジオなんで、札幌ぐらいしかあまり聞けなかったんですけど、今年の5月からサイマル放送っていう裏技を使いまして、こう全国の方々から、スマホだったりパソコンから聞いていただけるようになり、このようにこう僕の YouTube とかブログを見ていただいた方が、わざわざこの僕のラジオにも来ていただけるという、これはすごいことかなと思っております。はい。で、その三重県の任九郎さんからのメッセージ、はい、放送7回目から視聴し始めました。いつも YouTube やブログでお世話になっております。本当は7回目の放送中にメッセージを送ろうとしましたが、電話ゲストの枠になったので今回8回目に送りました。まずこれの意味なんだろう。7回目の時に、電話ゲストの枠になったので、いつ何時メッセージはウェルカムです。放送外の時でもメッセージいただいてもいつでも読める体制にはしておきますので、どなた様でもメッセージをお待ちしております。メッセージの送り方なんですけれども、インターネットですかね、検索ワードラジオカロス札幌、ラジオカロス札幌で、これでファックス番号だったり E メールアドレス書いていますので、でそこにこう入力して、番組名斉藤渉のラジオっていう風に書いていただければ僕のところに飛ぶようにしていますので、何書いても構いません。はい、続き、なんだ斉藤渉さんが、バイオリンを始めようとしたきっかけは何でしょうか。僕は斉藤渉さんの YouTube で演奏を知り、素晴らしいものを、ね、見てしまい、バイオリンっていろんな音が出せるんだと思い、その日からバイオリンが欲しくてたまらなくなりました。今度バイオリンの体験レッスンを受けるので、知っておいた方がいいことなどがありましたら教えてください。シャオラーって顔文字書いてますけど、まず僕自身のバイオリンを始めたきっかけ、まず年なんですけれども、はい、僕今30歳、今年3月で30歳になりました。そしてバイオリンが始めたのは4歳、これ記録に残ってるんですよ。1冊目の教科書のところに、なんか昭和62年何月スタート4歳斉藤渉って書いてあったかな。もうボロボロなんですよ。こうセロハンテープがちょっと黄色がかってるような、そんな教科書が未だにあって、でそれを見返すと、なんかキラキラ星から始まってるんですよ。でキラキラ星とかユーモレスコとかそういう曲を見ても、指番号がすんごい書いてて、この弦によって色が変わってるんですよ。バイオリンっていうのはちょっと余談なんですけれども、4本の弦があります。まず上からこれソの音です。でこれレの音です。その次これラの音です。で最後こちらミなんですけれども、これ決まってんのかな、僕が習ってた先生はこの一番低い音その音を赤色と青色両方で塗りつぶすんですよ。そしたらこの弦だよって、あとは指番号1234、1番は人差し指で、4番は小指、親指は使わないんですよ。親指は支えで、このレの音2番目のは青色で、この普通っていうのかな、ラの音いっぱいよく使うんですけれども、この音に関しては色を使わず、で最後ここのミの音は赤色でした。まあ僕はそれを見た時に、あ、こうだったんだって、なんかふとこうフラッシュバックみたいなものを、はい、浮かびました。ちょっとね、4歳とか5歳の記憶っていうのはなかなか思い出せないんですけれども、こう10歳とかになるまでにこう自分のバイオリンの筋肉っていうんでしょうか、まあいろんな習い事やってたんですけれども、まあなんていうのかな、そこまでで自分の能力体制っていうのかな、ある程度方向性は決まったんではないかなとは思います。ちょっと両親とかもこう自分に習い事をさせたいっていう気持ちが強く、そしてこう絶対にやめさせないぞみたいな、そんなこともあったので、特にバイオリンは結構厳しくて、できるまでやらせるみたいな。でもちろんこうその言葉だけでは足りないっていうか、こうバイオリンって厳しいんですよ。
ですので、うちの両親は、両親、お母さんかな、お母さんはこう引っ張ったくんですよ。もう一回って違うでしょみたいな。まあそれに対して反抗とかねできるわけがないじゃないですか、6歳7歳8歳とかで。そうね、泣きながらというかこう歯を食いしばりながらやった幼少期かなみたいな感じです。でまあ10歳15歳とかなったら少しずつまあ自分の中の生活の一部になり、一度まあ15歳前後の時に続けるかどうかっていうその選択があったんですけれども、そもそもまあ僕は辞める理由というものもなかったので、とりあえずは趣味としてこうバイオリンとかピアノとか水泳とかスキーとか、まあなんかそういうことも続けていたかなと思います。だからこう放課後ね、部活とかもやらなかったし、委員会とかもしてる暇はないし、あんまり友達とね、別に僕友達とか作りたい派じゃなかったんで、一人でじゃないや、もう帰ったらすぐ習い事、そう習い事だったんですよ。そんな感じだったかな。うん。でだからはい、話まとめます。はい、バイオリンを始めようとしたきっかけ、いや別に僕が始めたいとかいうことではなくて、やはり両親がやらせたかった、ここでしょうか。うん。で例えばまあ、うん、今僕30歳で、じゃあバイオリンはどう思いますかっていう質問があったら、何でしょうね、僕自身の何て言うんだろう、心の一部って言ったら難か、なんかうま変な言葉なんですけれども、まあ僕の一つの表現手段の一つであり、これがなければちょっとまた自分も違う人生になるんじゃないかなっていうものもあります。ただ僕は別にバイオリンに依存するわけではございませんので、こうバイオリンだけじゃなくて自分自身の何て言うんだろう、表現、こう体を動かすことだったり、こう僕数学好きなんで、この数学をこううまくコラボレーションはなかなかできないんだけれど、その考え方みたいなものを自分の何だろう、 PV プロモーションビデオいずれ作っていきたいんですけども、どういう世界観を作りたくて、でどういうシチュエーションで、で自分がどういう現場に立ち、どんな風にその物語を作っていくかみたいなものをねやっていきたいかなと思っております。ちょっと長くなった、すいません。うん、さっきの質問の続き、バイオリンが欲しくてたまらなくなりました。でこの方は、今度バイオリン体験レッスンを受けるのですけれども、ちょっと知っておいた方がいいことは何でしょうか。まずバイオリンの体験レッスン、うん、僕はよくこのラジオでもバイオリンは早いうちからやっとけって言うんですけれども、まあもう20代30代40代50代からバイオリンをやる方も今時期結構いらっしゃい、でその方々に対して言えることは、うん、最初きついよっていつも言ってるんですね。何がきついかって言ったら、ピアノとかと違いまして、その出だしの音の出し方、音が鳴らないというか、普段の実生活とかけ離れていますので、自分が思い描く音がなかなか出ないぞってことをね知っといてほしいなと思います。それでもやりたいんだったら、そうですね、2、3ヶ月我慢し続けて毎日1時間2時間やれって言いますね。でもしもそれが続けられたら、うん、ちょっとしたゆっくりな曲は弾けるのではないかなと思います。で体験レッスンはね、確か無料とか何千円とか安いと思いますので、まずは受けてみること、そして、まあ、相性っていうものがありますので、その一つの先生だけじゃなくて他の先生2人か3人ぐらい受けた上で、あとはお金ですね。そのまずバイオリンが何万円ぐらいするものなのか、まあピンからキリですけれども、その出だしは3万円から5万円ぐらいが、うん、あるんですよ。まあ探し方によるんですけれども、別に10万円20万円はたかなくても数万円でちょっとバイオリンのセットで売ってることもありますので、まあネットだったりこうバイオリンをやっている方にちょっとご相談していただけたら、道は開けるかもしれません。もしもねこういうふうに体験をして感想とかあったら、またメッセージお待ちしております。リクエスト曲が大空を飛ぶ、大空を飛ぶ、これだけじゃ足りませんよ、ニンクローさん。大空を飛ぶっていうのはドラゴンクエストの曲ですよね。 DQ とか書いておきましょう。ドラゴンクエストの大空を飛ぶ、これドラクエ3に出てきたやつなんですけども、ラーミア、それのテーマソングですかね。
メモってます。ラーミアで、あのラーミアっていう鳥かな、フチチョウが飛んだ時に流れる BGM なんですけれども、はい、これも無茶ぶりです。まだ今日用意してない、今日用意してないからがね、ちょっと次回以降用意できたらやらせていただきます。はい、ちょっと喋り疲れましたので、ここで、ちょっとしっとりした曲流そうと思います。ゾーンのシークレットベースのピアノバージョンを弾かせていただきます。ございました。シークレットベース、ゾーンのシークレットベースのピアノバージョンを弾かせていただきました。ここで、まずは CM 行く前に簡単なね説明をしとかなくちゃいけない。そう今日のね予定をね、今日何やったか、今日ね午前中にレストランで演奏してきたんですよ。カレー屋さん、スープカレー屋さんというところで、でそれはらっきょ大サーカスさんっていうね、スープカレー屋さん、僕ねスープカレー初めて食べたんですよ。今までまあカレーライスはねいっぱい食べてきたんですけど、カレーライスはドロドロがね当たり前だと思ってて、こんなねスープでドロドロした、違うスープでぐちゃぐちゃしたねサラサラしたカレーは僕の中ではないと思ってたのでね、ずっと避けてきたんですけれども、食べたんですよ今日ね食べたんですよ。いや、いけました、結果。食べてみるもんですね。苦手意識とかなしにしてね。まずはね、試すこと。これ学んだ、それをちょっと伝えたかった。では、CM いきます。こちらは、ラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で、札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com
カロスのスペルは KAROS。 http://www.radiocaros.com すべて小文字です。各種検索エンジンでもラジオカロス札幌で検索してください。もう止まらない、止められない、フリースタイルバイオリニスト斉藤渉のラジオは毎週日曜日午後7時から絶賛放送中です。斉藤渉の熱いトークとバイオリンの生演奏番組60分です。爽やかな日曜日のひとときを僕と一緒に過ごしましょう。お待ちしております。始まった。第1 CM が終わりまして、先週お話ししました、電話ゲスト、なんと今日はフィリピンからお電話させていただきますっていうねことを散々言った割にはちょっとオチがあるんですよ。もうフィリピンからもうやる気満々でね、フィリピン語のねメモ書きとかも用意したんですけれども、なんとその方から連絡が来て、ちょっと用事があってまだ日本にいるんだみたいな。で7時23分に電話ねしようねっていう話をしてたにもかかわらず、もう今電話もかかってきてね、今スタンプもう準備実際もいいのでやっちゃうぞって、もうよし話しながらもうねネタを公表しようと思います。では流します、どうぞ。もしもし翔吾さんでしょうか。はい、どうも、翔吾です。はい、ラジオカロスの斉藤です。初めましてですよね。あ、どうも初めまして。はい、今、はい、ラジオの方々に言ったんですけれども、はい、先週散々フィリピンからのゲストですみたいなことを言ってしまったんですけれども、はい、何故にちょっと日本に寄り道があったんでしょうか。簡単にお願いします。あ、すいません、私ですね、ただいまロケットニュース24というサイトでライターをさせていただいてるんですけども、はい、でちょっとフィリピンにちょっと取材の用事が本来入っていたんですけども、ちょっとまた仕事の都合で、はい、ちょっとまた日本にいることに なってしまいまして、はい、はい、その都合でまだ日本におります。はい、いえいえ、全然構いません。はい、個人的なことではなくてお仕事だったんですね。まあそういうことですね。はい、はい、それなら仕方がないですね。はい、もしも個人的なことだったらちょっと突っ込もうかなと思ってたんですけれども、お仕事は、はい、全然頑張ってください。ありがとうございます。いや でね、せっかくフィリピンのはい、タガログ語っていうんですか、フィリピンの。あ、はい、それを、はい、タガログ語ですね。はい、メモ帳をね今用意してきたんですけれども、はい、もう向こうではもちろん母国語、はい、日本語は扱えないと思うんですけど、もうどれぐらい住んでいらっしゃるんですか、はい、フィリピンの方には。フィリピンはですね、最初住み始めたのは、去年の、はい、今頃ですね、はい、に住み始めました。でちょっと英語の学校に行ってちょっと勉強しました。はい、でその後に、オーストラリアに行きまして、はい、でそれからまたフィリピンのマニラに戻って、うんうんうん、最近まで生活をしておりましたと。こう地元の方々との会話は成立しますか、はい、難しいのではないかなと思うんですけれども。そうですね、基本的には向こうは英語圏ですので、はい、はい、英語でも十分いけるんだと。はい、十分です。しかし向こうには向こうにはタガログと英語を混ぜて話す方もいらっしゃいますので、うん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 、訛ってるとかもあるんじゃないでしょうか。そうですね、たまにちょっとわからないこともありましたね。うん、いや僕今メモ帳あるんですけれども、はい、このメモをしてきたそのサイトがおかしいところで口説き方とかいっぱいあるんですけれども、そういうのは勉強なさいましたか。口説き方でしたら、そうですね、出会い方、デート編とかあるんですけれども、デートでそうですね、デート、そうですね、地元の方とデートしたことはないので。あ、そうですか。今のところは使い道がないなと。そうですね、はい、今のところはまだそこまで使ってないです。じゃあこれなんかどうでしょうか。君に夢中だ、ナヒヒバンアコサイオ、ナヒヒバンアコサイオ、わかりますか、このナヒヒバンとか、君にとかですよね、きっと。まあそうですね。でも使うことはなかなかないですね。そうですね、自分もちょっと勉強したんですけども、はい、はい、やっぱり英語の方が喋りやすかったので、うん、英語で通してました。わかりました。まあ冗談はここら辺にしておきまして、はい、せっかくのね、つながりがありますので、こう、はい、翔吾さんはフィリピンだけではなくて、こう、はい、世界のいろんなところを旅しているっていうことをFacebook でよく見ていたので、
はい、それの経緯というんでしょうか、どうしてそんなに外国を旅したのかっていうことを教えていただきたいんですけれども、はい、お願いします。わかりました。そうですね、実はその海外に出たい、日本から出たいというその希望は高校生の頃からあったんですけど、はいはい、でそうですね、まあ、ちょっとその夢を忘れてしばらくまあ、サラリーマンといいますか、そうですね、会社員をしていたことが、はい、これはありました。何歳ぐらいまででしたか。もうそれはもう去年までですね、31ぐらいまでやって、はいはい、させていただいておりまして、じゃそれまでは日本での生活で、そうですね、で本当に旅が始まったのは32歳頃から、はい、そうですね、まあ、32歳頃といいますか、はい、まあ、去年の、はい、まあ、今頃といいますか、そうですか、はい、からまあ、はい、もう旅に出ようと思いまして、でもちろんフィリピンだけではなくていろんなところに行ったと思うんですけど、どこ行ったんでしょうか。まあ、そこまで数は多くないんですけど、はい、韓国、中国、台湾、香港、マカオ、あとフィリピン、オーストラリア。十分行ってます。あ、そうですか、はい、それが1年間ぐらいの期間でしょうか。そうですね、1年、はい、1年の期間で、はい、じゃあそれは本当に旅としての、はい、お仕事としての旅ですか。それはどっちだったんですか。最初はもう純粋にもの、まあ、バックパッカーのような、はい、感じでですね、はい、旅をしていたんですけども、まあ、そこでいろんな、ものに出会い、いろんな人と出会ってですね、はい、これはちょっと記事にできないかと、こういった経験をして仕事に生かせないかと思いまして、でそこで、ライターの仕事をしたいということで、ロケットニュース24の方に売り込みましたところ、はい、ではぜひお願いしますということで、うんうんうん、今はそのライターとして、はい、それが今のお仕事なんですね。そうです、はい、はい、で今フェイスブックでもそういうことも時々書いていまして、僕もそれがちょうど去年から僕フェイスブックをやってまして、たまたま僕が翔吾さんの写真っていうんでしょうか、記事とかを見て興味がありまして、それでつながったっていうのがきっかけですね、僕たちの。あ、そうですね、はい、で時々翔吾さんも僕の記事を見ていただいて、はい、時々コメントをいただいてありがとうございます。いや、とんでもございません、はい、でぜひ、はい、僕は聞きたかったんですけれども、その、はい、旅に出るそのきっかけっていうのはあったと思うんですけれども、その行ってその、はい、得て何かを得るじゃないですか、はい、ありますね、はい、でそれってやらなくちゃわからなかったことってたくさんあると思うんですけれども、はい、それをこうまだやれてないというか、やることに不安を感じるっていう日本人がいっぱいいると思うんですよ、はい、まあ、僕自身もまだそういうものにもあるんですけれども、はい、こう海外っていうのはそういうものが垣根というかないじゃないですか、はい、不安というよりも自分自身を表現することに、はい、なのでそれをこうこの放送を通して何か伝えられないかなと思ってまして、ぜひとも翔吾さんお願いします。あ、なるほどですね、はい、確かにそうですね、自分も当時仕事を辞めるときはもうかなり不安でして、はいはい、今仕事を辞めて海外に出ていいのかなってすごいやっぱ怖かったです。はい、怖かったんですけど、その時考えたのが自分たちってその10年前とか20年前にやり残したことって後悔してることって多分あると思うんですよ、はい、皆さん、はい、でもしかしたら自分がその時思ったのが、今ここでやらなかったら自分は絶対にこの先10年後とか20年後に後悔すると思って、うんうん、はい、うん、もうなんていうか やらざるを得ないみたいな、やらざるを得ない、はい、もうやってしまえと、はい、とりあえずもう何でもいいからやろうと、もう勇気があれば、はい、勇気があればなんとかなる、あとは人脈とか運が味方してくれるから大丈夫だよって自分に言い聞かせて、うん、はいはい、そこでその8と出ました。第一歩を踏み出したんですよ、はい、ただ踏み出したらあとは結構そうですよね楽なんですね、楽なんですね、その第一歩ってすごく印象的ですよね、はい、その記憶に残るし、はい、その第一歩があったから今があるみたいなことが、はい、そうなんです、で、はい、その第一歩は自分からでしょうか、それとも何かのこうはい、刺激があったんでしょうか。ですね、そうです、実はその当時、まあ、お世話になっていた、はい、まあ、サラリーマン時代のお客さんと実は相談させていただきまして、はい、でその方に相談したら、そうですね、今やらないならあんた一体いつやんのよって、うんうん、絶対あんた後悔するって言われて、もう背中を押すところが、もう背中を蹴れる勢いでですね、はたかれたんですね。はい、そうです、もうそこで、よし、分かりました、私はもう出ますと。はい、はい、すごい勇気が出ました、うん、まあ、出ればなんとかなりますよと、うんうんうん、いうことで、そうですね、そこからはもう着々と、日本から出る準備をしまして、はい、
で実際出たんですよね、はい、で文化が違うじゃないですか、はい、日本との違いますね。その考え方もそうですし、宗教的なものも全然違うし、はい、びっくりすることもあると思うんですけれども、そこは、はい、こう無難にこなせるものなんでしょうか。そうですね、最初はその文化の違いで、うん、やっぱその戸惑ったりとかですね、はい、することもありましたね。うん、とかその文化が違えば、その初対面の人に会った時の、質問とか結構面白いですし、うんうん、はい、なんとかもう全てが違う、もう日本と同じ感覚を持っていくなという形ですね。はい、こう日本の場合だったら相手の肩書きとか何か信用性なものを分かってから打ち解けるものですけれども、海外は違うんですよね。違いますね。例えばもう自分がフィリピンに行った時とは、そうですね、もうそういう肩書きとかじゃなく、もういかに楽しくやるか、いかにフレンドリーか、もうどれだけニコニコ笑っているかと、私はそのフィリピンの方は本当にみんなもういつも笑ってるんですね。もういつもニコニコ笑って、本当にもうフレンドリーなんですよ。それは、お金が足りないとか貧しいとかそういうことも関係なくでしょうか。もうですね、お金がなくても皆さん幸せなんですね。どうしてなんでしょうかね、そこは。もうそれがもうそのフィリピンの文化だと思います。だから自分よりこの間その驚いたのが、自分よりそのお金がない方がですね、私のためにご飯を作ってくれたりとかして、たまたまその道を歩いてて、私が泊まってたホテルなんですけど、そちら その、警備員の方に急に話しかけられまして、はい、正午、Are you hungry? って聞いたんですね、向こうは。まあ、お腹空いてる。はい。で、それで、思わず、あ、空いてるよって言ったら、あ、そうかって。じゃあ、俺と一緒にご飯食べないかって言って、はい。はいはい。で、まあ、当然、まあ、そうですね。まあ、あまり、言っちゃ悪いですけど、まあ、日本よりも、あまり、お金を稼いでらっしゃらない方なんですけども、はい、それなのに、その方が食べるはずのご飯を私に、くれたんですね。はい。はい。まあ、自分いいからって、もう、お前食えよって言って。はい。いや、もう。考えられないですよね。はい。そう、本当に優しいんですね。うん、で、フィリピンのいろんな、その地方の方にも行かせていただいたんですけど、はい、まあ、その地方と言いますけども、もう例えるならば、もう40年か50年ぐらい前の日本の風景が今も残ってるんじゃないかっていうぐらいの、そういうところにも行ったんですけど、まあ、そこでもですね、はい、皆さん、どう見ても、貧しいのではなかろうかといった形、そういった感じなんですけども、それでも皆さん、ニコニコ笑ってるんですね、ニコニコ笑ってらっしゃって、はい、でもう常にもう、微笑んで話しかけてくれると。そのない中での楽しみというか喜びを探せれるんじゃないかなっていうことなんでしょうかね。そうですね、はい、お金がなくても幸せに生きていける、もうその術を持ってらっしゃる、その選択肢がちゃんとあるっていうことがあるんでしょう、はい、今日本なんですけれども、はい、もちろんこう貧困の貧富の差が激しくなりそうなところで、はい、こう日本人は心が貧しくなってきているっていうのは誰もが知ってるんですけれども、はい、その何て言うんでしょう、それが一つお金だけではない気がしてならないんですけれども、はい、それについては翔吾さんどう思いますか。ですね、私もそう思います。はい、実際にその、私はですね、お金よりも、人生には、お金よりも経験が大事だと、はい、思ってます。それもその日本から出て海外に行こうって思った、理由の一つなんですね。はいはい、で実際にその、昔自分が、サラリーマンやってた時は、高い給料でしたけども、あまり仕事は面白くなかったです、はい、なんでなんかこれつまらないなと思って、で実際辞めてその、お金は使ってしまうし、経験の方を重視した、旅ですとかそういった生活をしましたらですね、やっぱりそっちの方が楽しいんですね、やっぱり経験の方が、ですので多分フィリピンの方も、はい、お金が大事じゃないと、経験が大事と、でもいかにお金がなくても楽しく過ごせるか、お金がないなら自分の畑で、作物を作ればいいじゃないかと、はい、お金がないなら親戚とか友達に相談してご飯を食べさせてもらえばいいじゃないかと、カラオケがないなら自分たちで伴奏して歌えばいいじゃないかそうですよね。はい、今の日本っていうのは、
はい、なんかありすぎますよね、選択肢が。そうですね、はい。で、僕も迷ってしまうんですよ。どれを選択したらうまくいくのかなっていうふうになってしまうから、はい、こう、はい、人はそれに頼りすぎてしまって自立心とかがなくなってしまうのかなっていうのが、はい、僕はちょっと日本について思うことがあります。特に携帯電話とかこう、はい、今インターネットとかすごい普及してきまして、はい、こう必要のない情報っていうんでしょうか、簡単に情報が手に入ってしまうから、はい、それを鵜呑みにしてしまってこう、はい、中身のないその解釈をしてしまうっていうのが今の日本のシステムなのかなと僕は思ってしまいますけれども、こう海外から日本、はいはい、日本はどういうふうに見られてますかね。そうですね、日本はですね、いまだに、お金持ちしかいない国と思われています。はい、まあ、またすみません、またフィリピンで申し訳ないんですけど、はいはい、フィリピンの田舎の方に行くとやっぱり、うん、まあ、会う人会う人から皆さんから必ず聞かれることが、はい、日本人は、みんな金持ちなんだろって聞かれるんですね、うんうん、それに対して嫌味っていうかこう嫌がらせみたいなものはないんでしょうか、はい、自分たちとは違うぞみたいな。そうですね、嫌がらせというものはないですね、はい、はい、妬みっていうのか。あ、妬み、そうですね、まあ、一部にはそういう方はいらっしゃるかもしれませんけども、うん、はい、そうですね、うん、皆さん、いまだにそう思われてらっしゃいますね、まあ、うんうん、向こうとしても何かその初対面の人間と、まあ、何かその話したいから、まあ、話のネタをまあ引き出そうと考えてらっしゃるんでしょうけども、うん、まあ、そういったことも、聞かれますね。はい、わかりました。はい、どうしてもこう日本にいると人を疑うっていうのかな、はい、人を見てから、はい、見てからっていうか、はい、その人の人格とかを考えてから自分たちが行動するっていう風に、なんか守りの姿勢から始まってしまうところがあるんですけれども、だからなかなか自分がやろうとしている本当にやりたいことが動けないっていう方が多いんじゃないかなと僕は思っていて、でそれを別の形でこう僕が表現してできたらなと思ってるんですけれども、こうなかなか僕たちはこう Facebook 上でしかこう見れないと思うんですけれども、はい、こう翔吾さんから見てこう僕の活動写真とか記事とか見て、はい、こう、はい、何か新しい日本人チックなものは感じられますでしょうか、どうでしょうか。ですね、はい、新しい日本人チックというのは、まあ、いつもはい、Facebook を拝見させていただいてますけども、はい、いつも見るたびに関心、拝見するたびに感心しております。本当に行動力がある方だなと本当に夢を持って行動されてる方なんだなっていうのを、うんうん、本当にも伝わります。はい、難しいと思います。まあ、僕は、はい、あえてなんか一人でやりたいかなと思ってまして、はい、こう、はい、なかなかバイオリン一本でできない楽器なんですよ、はい、他の伴奏とか、はい、オーケストラとかの中で、はい、こう、はい、それが際立たさられるバイオリンという楽器なんですけれども、はい、それを日本の有名バイオリニストは葉加瀬太郎さんっていう方がいるんですけれども、その方のようにこう、はい、一人で、はい、新しい世界を作っていきたいかなと僕は思っていて、それを今少しずつこう形にしていきたいなと思いながら、そしていずれは僕も、アメリカとかこう世界を旅しながら演奏活動アーティスト活動したいなと、なそんなところで僕は去年から始めました。素晴らしいです。翔吾さんも、はい、その記事っていうんでしょうか、はい、それを伝える術を仕事にできて、はい、きっとやりがいがあるっていうふうに感じていますよね。はい、それをはい、はい、それをいろんな方に、特に日本の若者っていうんでしょうか、20代30代40代これからの世代の方々に伝えられたらなと、はい、そう思いますよね。そうですね、はい、自分からも、はい、いろんなものを発信して、はい、うん、一人でも多くの方のためにできればと、そうなれればと、はい、私もそう、いつもそう考えております。はい。はい、まあ、そろそろお時間になりましたので、こう、まとめようと思いますけれども、あ、はい、まあ、僕たち、はい、少し似ているところもあるなって写真ですぐに思ったんですけれども、こう、はい、まあ、男同士ですし、こう、はい、自由に、こう、走れる、はい、走れメロスですか知ってますよね。はい。はい、こう、あんな感じで走れたらいいなという感じで僕は活動しております。翔吾さんも、そんな感じでしょうか、はい、そうですね。
もう一度走ればもうあの運も味方もガンガン出てきますからね、はい、走り続ければ何かにたどり着けるということで、これからもお互い頑張りましょう。はい、どうも、はい、頑張りましょう、はい、では本日は電話ゲストありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました、はい、またフェイスブックでお待ちしております。あ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。ブチッ、はい、ブチッと佐藤ちゃんがねこう最後の一手をブチッと押していただきました、本日は、はい、熊本からのお電話だったんですけれども、フィリピンに、在住しています Facebook の友達の翔吾さんから、電話ゲストで、これからの何て言うんでしょうかね、新しい生き方っていうことをねちょっと語れたらなと思って、ね、こうやってその翔吾さんと話するのまた初めてなんですよ。いつものね無茶ぶりっていうか、それを僕からこう Facebook 上でこう提案してみたんですよ。来週電話ゲスト話してみませんかってそしたらいいよってね、それこそお互いにこう本当にどんな人なのかなっていうことはわからない状態で、ただこう写真とかこう言葉を記事とかを見て、あ、この人だったらなんか語り合えるかなみたいな、なんかこうそういう表面的だけれどもちょっと深い関係がありました。まあそういうね思いが、リスナーさんに少しでも届けられたらなと思いました。僕自身もね翔吾さんと話せて、こう世界のね思い方、世界の見方、日本人はどうあるべきかなみたいなことも少しね考えられたのでよかったかなと思います。この放送中に電話中に、メッセージもいただきましたのでちょっと読ませていただきます。はい、はじめまして、カンペイと言います。初放送から聞いてましたが、メールのタイミングが難しかったです。バイオリンの生音良いですね。でリクエストなんですけれども、シベリウスのフィンランディアの曲中で後に賛美歌になったところなんかお願いします。ではまたね。長いです、リクエストが。シベリウスのフィンランドディアの曲中で後に賛美歌がなった、長い長い長い。何、とりあえずシベリウスのフィンランディアっていう曲があって、最後の方に歌があるんですね。調べときます。僕知りませんこの曲。はい、次次、はい、ファックスです。斉藤渉さんへ。今日大通公園を偶然通りかかったら、とても素敵なバイオリンの音色が聞こえてきたので、お母さんと二人でずっと聞いてました、すっかりファンになって、今日は良い曲聞けたねと話しながら帰っていたら、信号の向こう側に渉さんがいました、一日に二度も会うなんて必然、なんて思っちゃったりしました。これからも素敵な演奏を楽しみにしています。かすみんさんより。ありがとうございますね、ファックスもメールもどちらも、来れますので、ラジオカロスで検索していただけたら、このように、皆さんご自由にメッセージください。まずここのこのメッセージ、今日大通公園で演奏してたんですけれども、で僕は終わりまして、終わった後はちょっと汗とかかきますので、身を清めなければいけないと思いまして、いつもこう地元のジムの方にお風呂入りに行って、ストレッチをして、そしてこのラジオに来るんですけども、そのジムに行く途中に信号をね向こう側にその聞いていただいた方がいて、渉さんがいると、ね、バイオリンをさっき弾いていたのになぜかそこにいるってね、これ必然、違う、それ偶然って言うんですよねはい、偶然書いとこう、偶然。でもね、偶然は必然にもなるんですよ。で必然も偶然なんですよ。まあどっちもどっちですなんて思っちゃったりしてて、はい、ハートマーク書いてますけどね、この子。かすみさん、ありがとうございます。ね、これからもね、大通公演、やれるときはやっていきますし、まあ、路上のようなお祭りとかでも、あ、そうそう、7月7日に、丸山裏参道っていうお祭りがあるんですよ。今年で12回目になるそうなんですけれども、なんか去年はもう、どん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 人が増えまして、去年2万人ぐらい、こう、延べ、歩いている方がいらっしゃって、で今年、僕の活動にね理解を示してくれた方がいまして、喫茶店前で演奏させていただけることになりました。7月7日、3時45分から5時、場所なんですけれども丸山裏参道、住所は、南一条
札幌中央区南一条西21丁目です。南一条西21丁目です。喫茶店の名前なんですけども、キルトと言います。キルト、キルト、はい。川野さんというオーナーさん、男性オーナーさん、オーナー、はい、オーナーさんなんですけれども、その方のフェイスブック見て、これを使っちゃおうと思いました。この川野さんの前世は土壌だったそうです。土壌の川野ですって自分で書いてました。で、来世はインドネシアの日用雑貨屋さんだそうです。すごいですね。で、そのキルトなんですけれども、こんな風に書いてました。気が向いた時ちょっと寄ってみたくなる休憩場所、気を使わなくてもくつろげる、そんなお店、そんなマスターがいるキルトはどうですか。いいですね。僕も1回目の打ち合わせの時にそのキルトというお店で、主催者の方とお話ししたんですけれども、ちょうど夕食時だったので僕は牛丼とコカコーラを頼みました。なんか変だなと思いながらも、まあいっかと思いながらね。その主催者さんはね、いい感じな、かっこいい方で、ピザとアイスコーヒーを飲んでました。僕なんで牛丼頼んだんだろうね。また30日ぐらいに行くんですけれども、もうちょっとね、考えて選ぼうかなって思います。でもね、アイスコーヒーとか僕苦いの苦手なんでね、なんか甘ったるいの好きなんですよ。ファンタグレープとかね、あ、メロンソーダ大好きです。ビクトリアっていうね、ステーキ屋さん行ったらね、メロンソーダ5杯ぐらい飲みます。飲みすぎかな。体内は水で水分が 60% って言いますけど、僕はね、僕の体内は 20% はメロンソーダです。はい、そんな形でした。あれ、第 2CM って言ったっけ。言ってない。ではちょっとね、知恵見かせていただきます。プロゴルファー石川遼、献血にアクション、ありがとう。数え切れないほどの人に僕は支えられている。ありがとう、ありがとう。今度は僕が力になる。二十歳の献血、日本赤十字社、 Love in Action。 毎週金曜日午後8時スタート、池永なりのなりきり金曜日。なりきんですよ。音楽あり、美味しいお店の紹介あり、たまにはゲストもあり、なんでもありーのバラエティな1時間、お楽しみに。バッドアップル演奏中、フリースタイルバイオリニスト斉藤渡のマジトーク&バイオリン生演奏、毎週日曜日午後7時から60分の激闘です。新しいエンターテインメントを作る過程をお伝えしていきます。聞かなきゃ損。お待ちしております。シューラー。その男は立ち向かう見えない敵と己の限界、さあ戦え、ファイトアタックビーズシャーラっていう感じで、ジムで僕は体を動かしております。どうでしょうか。ファイトアタックビートって言いますね。去年から僕はジム通い出したんですよ。去年のね、3月ぐらいかな。このバイオリン活動をこう自分の中でイメージをして、まずはまあもちろんバイオリンの練習も始めたんですけれども、それだけじゃ足りねえと何かを感じたんですよ。何か新しいものをやらなくちゃいけない。なので僕はね、ジムに通うことにしたんですよ。で、その時にこう男のインストラクターの方がいろんなレッスンとか、まあもちろん女の方もいるんですけれども、その中でこう肉体的なこう戦いのレッスンとかは男性がやっており、僕はそういうね、その先生方、こうムキムキなんですけれども、そういう方々の肉体も必要なんじゃないかなと、僕はこの活動に。なのでそういうレッスンを受けて、でその時の一つがこのファイトアタックビートなんですよ。で、その現在なんですけれども、現在こう我流でね、いろいろがむしゃらにいろんなレッスンやってたんですけれども、どうも副作用があるんですよ。僕は虚弱体質で、こう大学卒業後はまあ家庭教師とか塾でやってたんですけれども、その時の僕の生活リズムっていうのはまずもう最悪です。まずまあ仕事が終わりますと、夜中に。で、終わった後にまずなんかゲーセンとかこうパチスローとかね、そんな風にやって、その後に何するかと、こう12時ぐらいになってからヤオラススキノとか行って、シャッター閉まってみんな帰るじゃないですか。それをね、ぼーっと見るんですよ。危ないですよね。でもね、僕にはそれ理由があったんですよ。手塚治虫さんっていう、ブラックジャックとか鉄腕アトムさん書いた手塚治虫さんの漫画の中に、
何かのエピソードであったんですよ。普段は社長さんというか偉い役職の方がこう何か思うことがあって、こう自分が何かを感じたかったんでしょうかね、変装してこうボロボロの服に着て、そして、週末休みの時に不法ホームレスの格好をしてずっと人が通り過ぎるのを見ていくと、ただそれだけなんですよ。それで何かその人の人生観が変わっていくっていうのが、それ僕の中でこう印象的で、なんか僕もそれやってみたいなって思って、なんかそういうことをやったんですよ。でまあ時々はやってて、でこの僕のバイオリン路上生活ではないですけど、路上パフォーマンスも最初は本当にびっくりびっくりやってたんですけれども、このやりながらこう相手にとってどう伝わるのかなとか、僕が見られてるんじゃなくて僕がこうお客さんを見る側になりたいなっていう、こうどうして足を止めてくれるんだろうと、どうして通り過ぎてしまうのだろうと、どうして表情を変えるんだろうとか、なんかそれを感じて、それが何か新しい表現できるんじゃないかなと、というふうに思いながら、なので確かにこう20代、今30歳なんですけど、こう20代の頃はこう成功へのロードからちょっと離れてたんですけれども、なんて言うんだろう、見えない土台を作ったかなと、ブレないというか、こう自分は何者なのだろうと、自分は何を見てきたのかっていうものは、きっと他の人が見てこなかったものをきっと見れたんじゃないかなと。で今度はそれを具現化させるっていうのかな、こうやってまあ説明はある程度はできるんですけれども、こう僕のね伝えたいことって結構抽象的で、なかなか多くの方には理解させるにはちょっと時間がかかりすぎるかもしれないし、難しいところなんじゃないかなと。なので僕はそれを音だったり体だったり、なんて言うんでしょう、数学とかで表現できたらなと思っております。でね、そんな曲がね、ちょっと一曲最近 2,3 日でこう新しい自分の持ち曲ができたので、それをね皆様にお届けできたらなと思います。外国の曲なんですけれども有名な曲です。最後にこの曲を聴いてください。 You Raise Me Up です。
はい、ありがとうございました。You Raise Me Up という曲なんですけれども、こちら、スケートの浅田真央さんがの時の曲だと思います。この曲はね、こう誰かのね背中を押すというような形な曲なんですけれどもね、そういうものをね表現できたらいいかなと思っております。そうちゃんと宣伝しなくちゃ、宣伝あれまずそう、まず来週のね土曜日なんですけれども、わかんない 何やんだっけ。来週の土曜日はそうここバンケーという山でパスタのバーベキューがあるんですよ。パスタのバーベキュー違う、パスタとバーベキューです、失礼いたしました。6月29日11時から、大体1時2時ぐらいまでやっております。レストランペントハウスというところです。バンケーです。 Facebook でペントハウスとね検索してください。大人4000円なんですけれども、焦らせないで、大人4000円なんですけれども、僕の知人とか言いますと3500になります。これはお得です。でね、僕がその11時ぐらいから演奏します。うまいですよ自分で言うなって、うまい、焦らせないで、うん、よしっていう感じです。また来週もね、なんかゲスト呼びます、よろしくお願いします。ありがとうございました。快適生活ラジオショッピング。